こんにちは、カツ丼です。カレーをやるにあたり開業届を出す必要がありますので、2つの書類に記入を行っています。進むべき時はためらわず進みましょう。キノコの山ね。うん、キノコの山。うん。で、あの冷凍して冷やしてた。うん、美味しいんですよ。で、これ、しまうとき、一回で全部食べないから、これジップロックにしまうのね。で、なんでジップロックにしまうかというと、これ冷凍庫に戻すでしょ。で、冷凍庫とか、冷蔵庫ってこう、やっぱずっとね、保存してると臭くなっちゃうんですよ。冷蔵庫の中に匂いっていうのがやっぱ臭いとつくんですね、食品にね。うん。で、このジップロックは割とね、結構ね、匂いがその貫通しない。普通のラップとか、薄手のビニール袋だと結構ね、匂いがついちゃうんだよね。貫通してね。で、これだと、ジップロックだと割とね、結構、うん、匂いつきにくいんだよね。これで、ジップロックでちょっとこう、またしまうんですけど。ちょっとまあ、生活の知恵ですけど、うん、って感じで参考にしてみてください。もう一個食べてください。コーヒーをドリップします。ドリップするひとときがなんだか好きです。ちょっとだけ瞑想的な時間ですよね。香りを楽しめますし、カレー屋でコーヒーも出せればいいな。とにかく飲食に関連する素敵な価値というものを伝えたいんですよね。税務署に向かいます。2つの書類の書き方が間違っていないか確認をお願いするためです。はい、ちょっとね、実際に仙台南税務署に来たんですけども、ちょっと実際のね、開業届と青色申告のちょっと書き方、実際に書類書いて、書き方ちょっとね、まあこれでいいかどうかちょっと実際にちょっとはい、受付でちょっと実際に対面でこうちょっと確認させていただきたいなと思ったんだけど、まあそのちょっとこうやっぱりこう、まあ基本的にまあやっぱりちょっとこう営業実際に開始してから提出してもらうものなんですよみたいな感じまあなって、ああそうですかみたいな感じで、うん、ちょっとやっぱこう、はい、7日、あと今から3日後の7日にね、ちょっとね、まあバシッと提出するためにちょっとで、ね、今日ね、事前のちょっと確認をね、こう実際にしに南税務署に来たんですけど、ちょっとやっぱり実際にまあやっぱりこう営業してからじゃないとやっぱり難しいっていうことで、うん、すいません、ね、ちょっとやっぱりこう7月7日にちょっとこう開業届出すのちょっと難しいですね。ちょっと少し延期っていうか、まあちょっと、うん、時期、実際にちょっとこう、はい、営業を始めてからの、まあ、開業届提出になりそうです。すいません、ちょっとはい、申し訳ないですけど、はい、ちょっと残念ですけど、7日にはちょっと開業届出せないですね。ご支援してくれる方々、楽しみにしてくれる方々、すいません。もう少しだけ待っててください。よし。OK、あ、なんか綺麗な花咲いてるね。ちょっと雑草がね、ちょっとね、刈らなきゃねってことでね、ですね、ちょっと刈っていきますね。ペパーミント元気になったね。オッケー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 。でアップルミントね、こっちレモンバブね。オッケー、いいね。こっちもちょっとね、綺麗にしなきゃね。周りの方々にご不快な思いさせないように庭はきれいに整えなければなりませんね。ああ、うまい。人の目を気にするってのは時には大切ですね。自分一人だけで生きてるわけではないですから、自分勝手になってはいけません。皆さん、土地をお持ちなら何か少しでも園芸やってみてはいかがですか。
農作業とか虫とかもちろん大変なこともありますけど、何かを育てるのって楽しいですよ。それが食べられるものならなおよし。土尻ってメンタルにも良さそうですしね。何もしてない土地を見ると本当にもったいないなって個人的に思うんですよね。結構ね、こんな感じで結構刈って、で草刈ってこうそのまま敷いてるんですけど、時間とともに枯れていくんでね、そうすればまあきれもっと綺麗な見た目になってるんだけどね、ちょっとこう根っこから刈って刈りっぱなしっていう状態ではありますけどね。オッケーオッケー。うん。まあこれもねちょっと刈りっぱなしだけど、まあ時間とともに枯れて、なんかごちゃごちゃ感はなくなっていくんでね。はい、こっちもねちょっとこう変わって、まあこっち側に寄せましたね。はい、まあここねなんか土結構いい土なんでね、南側じゃない北側ですけど、なんかミョウガとかでもなんかね植えれば楽しいかなと思ってるんですけど、まあちょっとまだできてないんですけどね。でここはなんだろう、これアジサイかな、わかんないけど、まあこれもねちょっと刈らなきゃダメなんだけど、ちょっとあまりにもね存在感が大きくてね、生命力たっぷりなんで申し訳ないんでね、ちょっと明日刈るからねっていうふうにちょっと声掛けして、ちょっと心の準備をしてもらってます。うん。でいきなり刈るとやっぱこうね緑にねやっぱこう緑の植物にもやっぱ命があると思うんで、一日ちょっとね前日にちょっとごめんね刈るからねって言って明日刈ります。うん、ごめんな、立派だけどな、ごめんなって感じですね。トマトも結構なってるね。トマトちょっと支柱まださせてないんだけど、ここですね。ここねちょっと見にくいで、ここから株元からバーって広がってて、バーって何本もねこのトマトいっぱい伸びてますね。うん、オッケー。はい、これね、うん、もうあと 1,2 週間したら完熟のトマトを食えるんじゃないかな。こっちはねシシトウですね。シシトウもちょっと支柱立てましたね。出ました。よいしょ。OK。 何か大きなことを始めるには相応の準備が必要なんですね。もうすぐ38歳になろうって時にようやく分かってきましたよ。でも今までの停滞とも呼べるような我が半生が思いっきり力を貯めたバネのように、これからの輝かしい人生への糧となるということに疑いの余地はありません。じれったい思いさせてごめんね。もう少しだけ待っててね。